大神経経流行中国碑拓本大神経経流行中国碑は中国の民末に長安の高志聖寺境内で発掘された古碑。キリスト教ネストリウス派の教義や中国への伝来などが刻まれる。当代の781年に異国が混流し、碑文は景気用紙が戦した古代キリスト教関連の古碑として世界的に有名である。現在は 西安ン博物館にて保管されている。現在の大臣景況流行中国紀431年にエフェソス公会議で異端認定を受け、破門されたネストリウス派は西アジア、中央アジアに伝播した。その頃党は西方に国位を新調しており、635年にアラペンという人物が初めて景況を中国に伝えた。それから約150年間、 不遇の時期はあったが、慶京は王朝の保護を受けて流盛した。大清慶京流行中国碑は、そのような状況下で、781年に、中央アジアのバルフ出身で、唐の朝廷に登用された、イココという人物により、長安の大清寺に建立され、慶京の競技や、その中国伝来の歴史を残した。しかし、旧世紀半ばに即位した。 武装皇帝は道教に傾斜し、仏教を始めたの宗教を弾圧した。京教も礼に漏れず弾圧を受けて、多くの大神寺が破壊され、その際に、銅石碑は途中に埋没したと考えられている。銅石碑は、埋没してから約800年後の民末に出土し、再び世に現れた。一説もあって年代は、はっきりしないが、1623年。 または1625年に出土したとする説が有力である。民末のディアスの統計教飛翔生戦の序には大民典型3年とある。出土の状況はポルトガルのイエズス会イアルバロセメドのシナツ通詞に記されている。出土から30年足らずで少なくとも3カ国語8種類の非文の西洋語訳が出るなど即座にヨーロッパに紹介された。 石碑は出土後、長安の根虫寺境内に建てられた、否定に安置されたが、1860年代に、この地方で、海峡都による騒乱が起きた際、根虫寺が焼き払われて、否定も失われてしまう。その後は、西安碑林に運ばれ、現在はその碑林を母体とする、西安碑林博物館が所蔵している。碑首碑のシリア文字碑は、黒色の石灰石からなり、 高さは大の亀氏を除いて約二百七十センチメートル。幅は平均約百センチメートル。厚さ約二十八センチメートル。大学には大神京郷流行中国人あり、その上部に十字架が宣告されている。碑文は三十二行、毎行六十二字、計約千九百字。時。京、清の千。書は、旅州岩で拡張高い。漢字の外には、 エストランゲロと呼ばれる当時伝道に使用された個体のシリア文字が若干くされている。この文字はおおよそ景況に関係ある、僧侶約70人の名を記したもので、その大部分には相当する感銘を添える。碑文は大正新州大蔵教外教部に収められている。前頭文にも収められているが、色が多いとされる。 碑文の概要を述べると、いわゆるキリスト教の教義を述べた後で、アラペンが敬教を伝えた時に、唐の体操が感激して、最小の母元霊にわざわざ出迎えさせ、上岸12年7月に象徴を賜ったこと、元祖や唐の武将、各主義が敬教を保護したことなどを記している。窓かテラ氏が編纂した、仏典目録の、上元神帝釈教目録巻。 第17に、インド層半仁三蔵が、古本の大乗理主六ハラミタ行を翻訳する際、ペルシャ層系、清の協力を仰いだとある。すなわち秘文を占した、K、軽清は、ペルシャ人であり、また、半仁三蔵と交流があった。804年末に、長安に入った日本層の空海が、サンスクリット語を学んだのがこの半仁三蔵であり、また、 空海の長安での住居にし、明寺や半若三蔵の冷泉寺は、大神寺に近いことから、空海が、景況に触れた可能性は高い。なお、この、上元録は800年に、特宗へ、上進されたほぼ同時代の証言であり、信用できる。空海の死、景下を、大神景況流行中国碑に登場する、吉寄と同一人物とする説もあるが、 この説は疑問視されている。石碑が本物だと考えるベーラー大学のダニエル H ・ H ウィリアムズ教授によると、石碑は一般的に考えられているよりもずっと以前から中国にキリスト教が伝来していたことを示す証拠である。これは中国のキリスト教は外国の宗教とする考え方と真っ向から対立し明らかに政治的な意味合いを持つと。 同教授は語る。日本には、大震経教流行中国碑の模造碑が高の、山奥の院と京都大学総合博物館、日本景況研究会本部の3カ所にある。ありがとうございます。